皆様こんにちは。音楽劇イエライシャンラプソディに長谷部浩一役で出演します山西敦です。5年前にマトヤ曲というお芝居で出させていただいてですね、前回とっても楽しく過ごした記憶がありますので、なんか華やかさというかね、生バンドの音楽の豪華さみたいなことがまた体験できるのかなと思って、それをまず楽しみにしております。マトヤ曲とはまた違った人物なんですけども、憲兵隊長というね、日本軍の軍人さんの役でありまして、自称日本一軍服が似合う俳優といたしましては、非常に光栄な役だと思っております。ただまあ典型的な軍人さんにならないようにですね、人間臭みを添えられるように頑張りたいと思っております。僕マトヤ曲で演出を受けたのは初めてだったんですけど、見た目すごくロックでパンキッシュな感じがするんですけど、演出自体とっても繊細な、人間味あふれる演出でありまして、とても信頼できるなというふうに思っておりましたので、今回もね、またがっつりとお芝居させていただきたいと思っております。まあ、主演の松下君に関しましては、木の上の軍隊というお芝居で、ほぼ二人芝居で木の上でね、ずっと2年間暮らすっていう体験を2度ほど経験しておりますので、なんて言うんですかね、もう相棒のような気持ちでおりますので全く心配はしておりません。そしてマトヤ曲でもご一緒した宋さんがまた同じ役でね出られるということで、私マトヤ曲の時に本当にそのかっこよさにもしびれましたので、またお姿が見れるのかと思うと本当に楽しみで仕方がありません。はい、山内孝也君はね、久しぶりの共演になるんですかね。はい、孝也君も軍人の役ということで、2人の関係がどういうふうになっていくのか楽しみにしております。すごい、山西さん、山西さん。はい、他の皆さん喋ってる動画見てましたんですけども、そんなに頼られる存在でもないなっていう俺は俺で自分のことで手一杯だよっていうことを告げておきたいと思いますね。はい、まあみんなで楽しくやっていければいいかなというふうに思っております。まあ、当時の上海で、懸命に生きる人たち、音楽をこよなく愛している人たちを描くことで、今のこのご時世ですね、やっぱり何かこう窮屈な中で音楽なり演劇なりを必要としている人たちに向けてメッセージが送れるような芝居になればいいなというふうに思っておりますので、私お芝居音楽やっぱりこういうご時世でも必要だわという方、ぜひ劇場まで足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。